い、どうも、アルティメット工房のさみです。今回はストーンズの皆さん、なにわ男子の皆さん、美少年の皆さんが表紙になっている心1月号を見ていきたいと思います。え、もうページめくったらすぐじゃん。キング&プリンス、セクシープレミア写真館、君と過ごすクリスマスイブとクリスマスの朝。皆さん、クリスマスのご予定は？はい、私はお仕事です。キング&プリンス、目覚めて彼女がいたらそれだけで最高。一年で一番ロマンチックな夜&朝が迎えられるクリスマス。大人のイロカが漂うキング&プリンスから魅惑の愛の世界への招待状が。愛する人ととっておきのクリスマスをどうぞというページになっているんですけれども、永瀬くんやばくない？ひも状のライトっていうの、なんていうのかわかんないけど、あれをここら辺にね沿わせて写真を撮ると漏れるっていうのがあるじゃない。めちゃくちゃかっこいいのに、さらにそれを永瀬くんに応用しているからこそなおかっこよくて、しかも色味が緑とか赤とかだからクリスマスを感じさせるような写真になっていますね。で、平野くんはあのセンター分けのちょっとウェーブかかった髪型で、何これ、あの朝の寝起き、彼女が目覚めて平野くんを見た時の白いシャツがちょっとはだけてるみたいなエロティックな写真になっています。平野くんはどちらかというと朝の写真だけど、岸くんはどちらかというとこの夜のディナーの後みたいな写真ですね。うん、神宮寺くんも同じような感じ。岸くんと神宮寺くんは似てる。高橋海人くんは平野くんと同じように朝目覚めたら隣にいる彼氏感みたいなやつが出てます。お、なんかいっぱい載ってるよ。クエスチョンが4つ。これさ、みんなで考えてみませんか。クエスチョン1、例えば好きな子と過ごす理想のクリスマスイブ。これ多分男の人がよくするのかなって思うんだけど、私は普段の会話からすごく気に入ってくれているものとか、これ欲しいなってなんとなく言ってくれたものとか、そういうのを日常会話の中からピックアップしておいて、今どれが一番欲しいんだろうなって考えつつ、聞き出した情報の新鮮さとかにもよるから何とも言えないんだけど、一回でも欲しいなとか、これいいなって言ったものをクリスマスプレゼントにして渡したいなって思う。一人だけご紹介しますと、平野くん、彼女に特別なプレゼントを用意するよ。この説明は書いてあるのでぜひ読んでみてください。クエスチョンに、子供の頃のクリスマスイブの思い出は。え、タルトとかじゃなくて富士屋かコージーコーナーの一番オーソドックスなケーキが好きだったので、そのイメージがすごくありますね。永瀬廉くんは家族みんなで Wii で遊んだ思い出がある。 Wii って懐かしくない？最後に Wii で遊んだのは高校3年生の時、ニコニコ動画でホラーゲームゼロの実況を上げていたことがありまして、それはねかなり覚えてる。なんなら今でもそのニコニコ動画に実況が上がっている、消してないので実況上がってると思います。まあ、興味ある方は調べてみてください。クエスチョン3、例えば好きな子と迎えるクリスマスの朝に幸せを感じる瞬間は。これは1〜2〜3〜で答えるタイプらしいので、考えてみると、好きな子と迎えるクリスマスの朝、第一条件として出かけたいなって思うから天気がいい。あとは2つ目は好きな子と迎えているわけなので、隣で寝たりとかしてるわけじゃん。目覚めた時の毛布のぬくもりとかが2番目に来るかな。で、3番目はデートでどこどこ待ち合わせっていうんじゃなくて、家から一緒に準備をして出るから、彼女が服を選ぶ瞬間とか可愛くなっていく瞬間とか、彼がヘアセットをしている瞬間とか、かっこよくなっていく瞬間っていうのを近くで見られることが3つ目の幸せなんじゃないかなと私は思います。皆さんどうでしょう、3つ挙げてみてください。1人紹介しますと、高橋海人くん、1、雪が降っている。2、目を開けたら目の前に彼女がいる。3、一緒にご飯を作れる。え、理想じゃないですかこれ。やっぱ一番最初は天気だよね。2番目、目を開けたら目の前に彼女がいる。これも大事。これも幸せを感じる瞬間ですよね。で、3番のこの一緒にご飯を作れるっていうのは、朝ご飯は一緒に作って家で食べるけれども、お昼ご飯とか、まあ、ランチとかディナーとかは外で食べようねみたいな、そういうのめっちゃいいですね。クエスチョン4、クリスマスの理想と現実は。サンタさんがいないこと。神宮寺くんと岸くんご紹介いたしましょう。岸くんオフだったら一人なんだろうな。神宮寺くんイベントを楽しむことを忘れてる。岸優太くんはオフだったら一人なんだろうな。
神宮寺くんはイベントを楽しむことを忘れてる？社会人になったりとか、もちろんこのアイドルの方とかはクリスマスは仕事だったりしますもんね。オフだったら一人なんだろうな。ちょっとこれは切ないですね。寂しいこと言わないで。46ページからは裏ポポロ2021、ポポロ30年の中で常に人気の裏ポポロ企画、チンスター68人の素の表情や言動を大公開、面白素顔がてんこ盛りだよっていうページがあるんですけど、ここではキング&プリンスイケメン集団の素顔は少年の顔と大人の顔振り幅を見せてくれた、クリスマスの朝の気だるい雰囲気をという説明にポポロっぽいと高橋くん、もうポポロは変態って言ってますね。基本オフショットですね。岸くんがサンタさんにお願いをしてるのがガチすぎる。どのグループもクリスマス感強めの撮影なのでめちゃくちゃいいですね。128ページのキング&プリンスデイズ、レギュラーコーナーに加え永瀬のドラマ、神宮寺の舞台情報もお届け、年末年始もキング&プリンスから目が離せません。神宮寺のこれ知ってる？今月のテーマは洗濯機の匂い解消、知人に教えてもらったというお掃除の知恵袋を神宮寺が教えてくれました。同じ悩みを持っている人もいるのでは？これちょっとご紹介したいんですけど、家で使っている洗濯機がたまに下水臭くなるんだよね。排水の部分が臭いのかなってずっと気になっていて、ある時どうしたらいいって人に相談したら、排水するホースを外してそこに水を流すといいよって教えてもらった。実際にコップ3杯くらいかな、一気に流してみたら臭さが解消されたんだよね。綺麗な水を流して下水の匂いに蓋をするらしい。もし困っている人がいたら試してみてっていう一番なんか使える情報来ましたよ。続いて高橋プレイリスト、テーマラブラブのカップルを見た時心に流れる曲、1曲目、白い恋人たち、2曲目、抱きしめたい、3曲目、夜王子と月の姫。これちょっと聞いてみたいですね。今の季節にぴったりだよねという3曲になっています。岸くんのご飯、思い立って食べに行って大正解。最近どうしても食べたくなって感染対策に気をつけながらもんじゃ焼きを食べに行きました。たまに食べたくなるんですよね。多分これ関東の方だけなのかな。平野のお悩み相談室、今月は共感する人が多そうなお悩みに平野がズバッと回答してくれたよ。最近学校の授業中やオリエンテーションなど絶対に寝ちゃいけない時でも眠くなってしまってすごく困っています。毎日8時間は寝るようにしているので寝不足ではないと思うのですが、平野くんはそんな時どうやって乗り切りますか？ちょっと使える情報、平野くんもここで公開してくれているので見てみてください。永瀬廉くんイケメンの自撮り塾、今後は普段見られない永瀬の左目ウインクを公開、レアな姿を要チェック。タイトルは左目ウインクです。そのままですね。永瀬くんの時代劇、2021年1月8日土曜日から29日土曜日夜9時から9時50分放送予定。あとは神宮寺くんの舞台の情報が載っております。134、135ページは優勝コンビの相思相愛交換ダイアリー、今月は岸から佐藤へクイズの出題、テーマ別に4つのクイズを考えてくれました。お互いのメンバーが登場するクイズも、2人ともこう手をねやってくれてるんだけど手相が見えちゃいそうな感じですね。クエスチョン1、まずはじめはお仕事クイズから。クエスチョン2、次は俺のプライベートから出題。クエスチョン3、今隣にいるカイトの問題。クエスチョン4、最後は風磨くんのクイズ。この4問にね答えてくれていますね。次のページは平野翔くんの独占連載、セルフスタイリングで語るファッション感、アクセサリーに頼らない男になりたい。きらびやかなステージ衣装から高校生役の制服まで、仕事ではいろいろなファッションに身を包んでいる平野。プライベートのファッション感の変遷やこだわりを聞いてみた。ねえ、なんかもうこういう格好マジで好き。白シャツに、まあ、色は何でもいいけど無地のパンツ、シンプルな白のスニーカーぐらいで本当にいい。見出しをご紹介いたしますと、ジャニーさんに怒られたジャラジャラ機、アクセサリーは付け外しが面倒だから服選びのポイントは楽であること。これに尽きると思いますね。私もめちゃくちゃかっこいいもん。はい、ということでポポロ1月号一緒に見てまいりましたが、キング&プリンスのメンバーが載っているページは全部で14ページありました。エンディングの後にはピンナップをご紹介いたします。以上、アルティメット工房のサミでした。
はい、ということでピンナップをねご紹介していこうかなと思うんですけれども、ページの一番最初にございます。デビューが決まりました。なにわ男子の皆さんです。なにわ男子の皆さんデビューしたてということもありまして、可愛らしいページだったりフレッシュ感を感じさせてくれるようなページになっているので、ぜひ見ていただきたいですね。こんな感じのピンナップになっています。前にキング&プリンスでもありました、結婚式を想定とした衣装ページになっているもので、スノーマンの皆さんが結婚観について語ってくれているような今月の内容になっていました。ちょっとね光って見えにくいかもしれませんが、こんな感じです。個人的にはこのミルクティー色っぽいようなジャケットめっちゃいいっすね。はい、ということで価格のご紹介ですけれども、ポポロ1月号1冊740円税込みとなっています。概要欄の方からも買えるようにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。